こんにちは、のりこです。今日は疲労回復ヨガのレッスンをしたいと思います。仕事で疲れがたまりやすい頭や肩、腰をしっかりと緩めていきます。それでは早速始めていきましょう。それではおへそを中心にして、体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒して、お尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。それでは両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。息を吸い切って、口から息をあーっと吐いて下ろします。息を吸いながら肩と耳を近づけます。次の吐く息でストーンと下ろします。それでは手のひらを上にしてお膝に乗せます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと頭を前に倒します。そのまま大きく右に首を回していきましょう。ご自身のペースで構いませんので、ゆっくりと回していきます。一番前に来たタイミングで反対回しに切り替えます。ではあと一周回します。頭が一番前に来たタイミングで動きを止めます。ではゆっくりとお顔を正面に戻します。両手を体側に下ろして、今度は肩を回していきましょう。前から後ろに向かって大きく肩甲骨を動かすように回していきます。息を吸いながら両手を大きく広げて天井に伸ばします。左手のひらで右の肘を上から押していきましょう。背骨まっすぐ、お顔は正面です。右の胸と脇を心地よく伸ばしていきます。息を吸いながら手の力を少し緩めて手を入れ替えます。今度は右手のひらで左肘を上から押していきましょう。深い呼吸を繰り返します。では次の吸い息で手の力を緩めて、吐きながらゆっくり両手を下ろします。では続いて肩と肩甲骨をほぐします。息を吸いながら両手を肩の高さに伸ばします。吐きながら手のひらを後ろに向けていきましょう。もう一度鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり両手を斜め後ろ後方に伸ばしていきます。斜め下方向に向けて伸ばし続けていきましょう。肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せていくようなイメージです。肩が気持ちよく伸びたところで呼
吸を繰り返します。それでは息を吸いながら背中を緩めて、吐きながら両手を下ろします。それでは右手をお膝に乗せます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと上体を左に倒していきます。右のお尻は床から離れないところでキープです。しっかりと体側が伸びたら、次の吸い気で右手を天井に長く伸ばします。吐きながらゆっくりと右手を左に倒します。お顔は斜め上でも正面でもマットでも構いません。しっかりと右のお尻を安定させて、腰から体側を長く伸ばしていきます。それでは息を吐きながらゆっくりと一度右手を下ろして、吸いながら上体を起こします。では反対です。左手を太ももの上に乗せて、右手を体の横につきます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと上体を右に倒します。少し左手で太ももを押して、お尻が上がってこないようにしましょう。では安定したら息を吸いながら左手を天井に長く伸ばします。吐きながらゆっくりと左手を右に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきましょう。左の体側が腰から心地よく伸びていきます。それでは次の吐く息でゆっくりと左手を一度下ろして、吸いながら上体を起こします。では続いて両膝を立てます。足の幅は骨盤幅よりも少し広めで、つま先は斜め外側です。お尻の後ろに手のひらをついて、指先は体の方に向けておきます。では両膝を左右にパターンパターンと倒して、お尻を床でマッサージするように緩めていきましょう。では次に両膝が左にパターンと倒れた時に動きを止めます。でそのまま右足を左足にクロスさせるようでして、左足の外側に足を置きます。心地よく上体をねじって、後ろから右側からお尻を覗き込んでいきましょう。お尻から腰、上半身が心地よく伸びていきます。では息を吸いながら右足を元の位置に戻して、吐きながら今度は右にパターンと両膝を倒して、左足を右足にクロスさせます。上半身をねじりながら左側からお尻を覗き込んでいきましょう。では上体を起こしながら、はじめと同じかかとを体の中心に揃える座り方で座り直します。では続いて手首のストレッチを行います。体の前で両手を組みます。鼻から息を吸って、吐きながら手のひらを上に向けて持ち上げていきましょう。
首が気持ちよく伸びたらそこでキープです。それではもう一度鼻から息を吸って吐きながら、今度は手のひらを返して斜め下方向に伸ばしていきます。手首と肩をしっかりと伸ばしていきましょう。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、今度は指先を体の前につきます。手のひらを正面に向けておきましょう。では鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと手のひらを痛くないところまでマットに近づけていきます。安定したら少し手のひらでマットを押すようにして、手首をしっかりと痛くないところまでストレッチしていきます。息を吸いながら肩の力を緩めて上体を少し引き上げます。今度は反対です。手のひらを上に向けて指先同士を向かい合わせにします。少し体重を上からかけるようにして手の甲を伸ばしていきます。上体を引き上げて、手のひらをマットにつけて、指先は正面です。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり手を前に歩かせて、額を床につけてもつけなくてもどちらでも大丈夫です。お尻もしっかり下げて、肩と指先を遠くに伸ばして、腰を長くストレッチです。それでは息を吸いながら手を手前手前に引き寄せて、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。はい、起き上がってきましたら正座になります。マットの少し後ろ側に正座になります。それでは鼻から息を吸って、ゆっくり上体を倒しながら両手は後ろに伸ばして、手のひらは上に向けておきます。でまずは右のこめかみを床につけて、お顔を左側です。肩甲骨と肩甲骨の間を広げるようにして、両肩をマットに近づけていきます。肩や首を緩めていきましょう。お顔の向きをゆっくりと入れ替えます。今度は左のこめかみを床につけて、お顔を右に向けます。背中を広く保ってリラックスです。おでこを床につきます。おでこを床につけたら、お顔の真横に手のひらをしっかりとつきます。では頭のマッサージです。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げながら、頭頂部をマットにつけていきます。でこのまま動かなくても大丈夫ですが、
少しマッサージの刺激を加えたい場合は、頭を前後、また首を痛めないように少し左右にも動かしながら、頭を床でマッサージしていきます。ではゆっくりと真ん中で頭頂部で動きを止めます。安定したら鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりとお尻をかかとに下ろして、おでこを床につけます。では吸いながらそのまま両手を前に長く伸ばして、チャイルドポーズでお休みです。両手のひらの力をふわっと抜いて、背中、腰をしっかりと緩めていきましょう。それではお顔の真横に手のひらをつきます。息を吸いながら手のひらでマットをして、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。今起き上がってきましたら四つん這いになります。肩の真下に手のひらをついて、足の幅は骨盤幅程度です。それでは両足のつま先を立てます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりとお尻をかかとに下ろしていきます。お尻の重みを使ってつま先をゆっくりと緩めていきましょう。手のひらで軽くマットを押していきます。それでは次の吸い気でゆっくり手首の真上に肩を戻して四つん這いです。一度息を吐いてリラックス。次の吸気で尾骨から背骨を一つ一つ反らして、胸を持ち上げて顎を突き出して、吸い切って斜め上、天井を見上げます。次の吐く息のタイミングで尾骨から背骨を一つ一つ天井に持ち上げて、背中を丸めてお腹を引き込んで、頭を前に倒して吐き切っておへそを覗き込みます。ではここからはご自身の呼吸に合わせて何とか繰り返し行います。キャット&カオのポーズです。背骨一つ一つを丁寧に動かしながら、海の波をイメージして背骨でウェーブを描いていきましょう。動きを止めます。息を吸いながらゆっくりと背骨をフラットな状態に戻します。では両足の甲をマットにつきます。では右手だけ手のひら1つ2つ分前に出します。そして左肘を肩の真下について腕が横向きに置いておきます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと右手を前に滑らせながら、右の胸と脇を伸ばしていきます。痛みがなければ
股間を左に向けて右のこめかみを左の腕に乗せていきます。上半身をさらにリラックスして緩めながら右の胸と脇を長く伸ばしていきましょう。それでは息を吸いながら右手をお顔の横まで引き寄せます。手のひらでマットをしてゆっくりと上体を起こして一度四つん這いに戻ります。では反対で行います。左手を手のひら一つ二つ分前につけます。では肩の真下に右肘を下ろして腕が横向きに置いておきましょう。では鼻から息を吸って吐きながらゆっくりと左手を前に滑らせながら伸ばしていきます。お尻の位置はそのまま高い位置キープです。痛みがなければお顔を右に向けて左のこめかみを右腕に乗せてリラックスです。深い呼吸を繰り返します。息を吸いながら左手をお顔の横に引き寄せます。手のひらでマットをしてゆっくりと四つん這いに戻ります。はい、では四つん這いに戻りましたら右手を背中の後ろに持ってきて手の甲を背中に当てるか少し左のウエスト側に手の甲を当てます。それでは鼻から息を吸って吐きながらゆっくりと上体を右に開いていきます。胸とお顔を右の壁に向けていきましょう。では鼻から息を吸って吐きながら右手をそのまま斜め上後ろに伸ばしていきます。肩が気持ちよく伸びたところでキープです。では次の吐く息でゆっくりと右手をリラックスさせて下ろしていきます。安定したら一呼吸入れて肩を緩めます。では続いて反対で同じ動作を行います。左手の甲を背中か右ウエストあたりに置いておきます。鼻から息を吸って吐きながら今度は肩と胸を左側に開いていきましょう。ではもう一度鼻から息を吸って吐きながら左手を斜め後ろに長く伸ばしていきます。少しキープです。では次の吐く息でゆっくりと左手を下ろして四つん這いです。一呼吸入れてリラックスです。それでは右手のひらを上に向けて左手首の下を通します。右肩とこめかみをマットにつけてお尻の位置はそのまま高い位置をキープです。上半身の体重をしっかりと右肩に乗せておきましょう。左肩はリラックスです。それでは息を吸いながら左手を頭の向こうに長く伸ばしていきましょう。しっかりと伸びたらそこでキープです。深い呼吸を繰り返します。
を吸いながら左手をお顔の横に引き寄せて、手のひらでマットをして四つん這いに戻ります。では反対で同じ動作を行います。左手のひらを上に向けて、右手首の下を通します。左肩とこめかみを床につけて、お尻の位置は高い位置をキープ。上半身をしっかりと左肩に乗せて、右肩リラックスしておきましょう。それでは次の吸い気で右手を頭の向こうに長く伸ばしていきます。しっかりと伸びたらそこでキープです。それでは息を吸いながら右手をお顔の横に引き寄せて、手のひらでマットをして、ゆっくりと四つん這いに戻ります。四つん這いに戻ったら鼻から息を吸って、吐きながらお尻をかかとに、肩をもう下ろして、手を前に伸ばして額につけて、チャイルドポーズでお休みです。両手のひらの力をふわっと抜いて、背中、腰をしっかりと緩めます。それではお顔の真横に手のひらをつきます。息を吸いながら手のひらでマットをして、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたら初めと同じ座り方で座ります。かかとを体の中心に揃えて座ります。続いて肩周りのストレッチを行います。両手を体の横に一度下ろします。それでは鼻から息を吸って、吐きながら肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せながら、両手を体の中心に寄せていきましょう。で、指先は床に立てた状態です。このようなイメージで指先を立てて、肩甲骨と肩甲骨を中央にぐぐぐっと寄せておきます。ではこの状態のまま首をストレッチしていきたいと思います。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと真横、左にお顔を向けていきます。お顔をまっすぐにしたまま首だけ動かしていきましょう。それでは息を吸いながら一度お顔を正面、吐きながら今度は反対、右にお顔を向けていきます。息を吸いながらゆっくりとお顔を正面、吐きながら今度は頭を真横、左に倒します。では息を吸いながら頭を起こして、吐きながら反対です。右に倒します。息を吸いながらゆっくりと頭を起こして、吐きながら頭をラスト前に倒します。
を吸いながらゆっくりと顔を正面、吐きながらゆっくりと両手をリラックスして体の横に下ろします。それでは体の真ん中で足の裏と足の裏を合わせます。かかとを体に引き寄せておきましょう。手のひらでつま先を包むように触れて、一度左右のお尻を均等に突き直します。それでは両膝を縦に揺らして股関節を緩めていきましょう。ではゆっくりと動きを止めます。鼻から息を吸って吐きながらゆっくりと上体を前に倒して内股のストレッチです。両手は足の上に乗せても、足の前の床にマットに下ろしてもどちらでも大丈夫です。内股や腰の筋肉が気持ちよく伸びていきます。それでは息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら両足を前に伸ばします。両方のお尻のお肉を外に出して骨盤を立てます。両足のつま先は天井です。肩の真下に楽に両手を下ろしておきます。一度息を吸って背骨を引き上げて、吐きながら手をゆっくり前に歩かせて前屈です。両足の裏が気持ちよく伸びたところで動きを止めます。両手はマットの上でも足の上でも足の裏をとっても、フックを作って親指に引っ掛けても大丈夫です。背中と首の後ろを緩めてゆっくり目を閉じます。そのまま深い呼吸を繰り返します。息を吸いながらゆっくりと頭が最後になるように上体を起こします。起き上がってきたら仰向けになります。では仰向けになりましたら、両膝を曲げて太ももをお腹に近づけておきます。では息を吸いながら両手を頭の上にバンザーイします。次の吐く息で両膝を左にパターンと倒します。右のお尻から腰、背中、肩にかけてが伸びていきます。それでは右手で左手首を掴みます。一度息を吸って真上に引き上げて、吐きながら斜め右に引っ張っていきましょう。少し上体を右に傾けるようにして、右手で左の手首を少し引っ張っていきます。左肩が気持ちよく伸びていきます。このままリラックスをして深い呼吸を繰り返しましょう。息を吸いながら両膝、両手を一度真ん中に戻して手を離します。それでは反対で同じ動作を行います。鼻から息を吸って吐きながら両膝を右にパターンと倒します。安定したら左手で右手首を掴みます。一度息を吸って
で、真上に引き上げて吐きながらゆっくりと左に傾けていきましょう。左手でサポートをしながら右腕を左に傾けて右の肩、脇を伸ばしていきます。安定したらリラックスをして深い呼吸です。次の吸い息で両膝、両手真ん中に戻して吐きながら手を解放します。ではそのまま両手で大きく両膝を抱きかかえます。次の吐く息で太ももとお腹をぴったりくっつけてガス抜きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫したまま深い腹式呼吸をして腸のマッサージをしていきましょう。お通じを良くする効果のあるポーズです。では痛みがなければその状態のまま左右にゴロンゴロンと揺れて背中、腰を床でマッサージしていきます。それではゆっくりと真ん中で動きを止めます。息を吸いながら手の力を緩めて吐きながら足の裏を床につけてそのまま両膝を左右にパターンと開いて足の裏と足の裏を合わせます。内股が優しく伸びていきます。それでは両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。息を吸い切って次の吐く息で両手をふわっと離して手の甲を床に下ろします。ゆっくりと目を閉じてしばらくこのまま呼吸を繰り返します。両膝を閉じます。吐きながら足を伸ばして下ろします。足の幅は好きなだけ開いてつま先は楽に外側に向けておきましょう。両手も好きなところに伸ばします。そのまま真上でも横でも斜め下でも構いません。手のひらは上に向けておきましょう。目を閉じて呼吸からも意識を離していつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていれば全て解放します。それではお休みに入ります。それでは本日のレッスンは以上です。肩周りが少し軽くなったかと思います。今日も一日本当にお疲れ様でした。
また明日も良い一日をお過ごしください。ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。